みんな集まったな。ではステージのテーマ決めというのは非常。なんであんたが仕切ってんの？それはもちろん。あんたが勝手に言ってるだけで。はいはいはい。ん？なんだ？やっぱり宇宙だよね。やっぱりってなんだ、やっぱりって。そして急にステージの話に戻す。いいじゃないか、宇宙。壮大で神秘的で。そうだもん、実際の。ああ、行こう宇宙へ。誰も見たことのない。レッツゴー宇宙。あのブラックホールの中にまで。君たちはこの大スペクタクルなステージを。何このテンション。大スペクタクルか。またこのパターンなの。まずはプランを聞かせてみろ。俺は宇宙を受け。プラン、またわけのわからん。はっ、いや落ち着け俺。こうしてい、ここは知的な。りそうだな、プランとモンブランでしょでしょ。そうこれだ。なんかニヤニヤしてる。では演出家としてプランを説明させて。宇宙といえば無重力。無重力か。まあ宇宙。そうだから鳥司くん、ちょっとこれで吊るされてくれるか。な、生お前どこからそん。それは些細なことだろう。さて協力してこの大スペクタクル。これも世界によし。いいだろう。ではまずはこのバンドをつけたまえ。それからここをしば。 M 君、これを天井の滑車に通してきてくれるかい。はい。さてかなり簡易で。では着ぐるみ。せーの。おお。さあ司君、空中でバランスをとってみてく。状態を起こすのがきついが。宇宙船の中っていう設定ならこれでやれ。でももっとふわふわさせたいよね。みんなお願い。かしこまりました M 様。あちょお、あんまり激しく動かすな。イエーイ、ぶつかる、地面にぶつかる。すごいすごい、本当に宇宙。さてあと宇宙。ダークマターとか。え？いいのか。あー、ダークマターって何？何の親戚？ダークマターというのはね、宇宙に存在。おいお前ら、俺を下ろしてって。おい着ぐるみども、何してる。紐を柱にだ、誰か。